天命天命大和スポーツにて中央会議急げ急げ。今回はねテーマがありまして、鬼滅の刃の胡蝶忍っていうイメージがあるんですよね僕に、うん、今年最後のオーダーにやってきました。水のプロのファーストミットを作ろうと思ってますのでご覧ください。AT モデルで、AT モデル、はい、ロゴはもうだいぶ出てくるんで、これを待ってたんですよ。これを12月14日から選べるようみたいなので、もう基本型ズバリで24から26 で、はい、でバックモデルはノーマック、ノーマルどういうのライナーどっちがいいと思いますかね。まあでも刺繍入れるんならライナーばっかやったらもう開かないんですよね。じゃあもうノーマルスタイルでいきましょう。ノーマルで ID ラインのありで、指当てを今回はつけようかなと思ってます。指カバーっていう作りはカバーにしましょう。指カバー。コトジダブルかワイドのコトジダブルってどう違うんですかね。土手がちょっと広かったりするんですかね。うん。それいってみましょう。今回は全部はい分けましょう。特急面。特急面のメインはブラックでいきます。はい、やっぱり特急面っていうのは黒系の方がねしっかり取れるような気がしますよね。コトジダブルの色白で薄いピンクで紫。親指当時ね、まあ、渋めでしたったら親指はどうかな。指パープルかなとは思ったんだけど、アッパーパープルの方がいいかもしれないね。小指側は多分シルバーで入れたいんだけど、シャンパンシルバーじゃなかったみたいな。キラキラ光る、キラキラ光った白ブリーチできるかな、うん、このシャンパンシルバーいいから、あんまりこの色の時入れたことないから、で難しいっすね。で小指側のところをあえてもう黒にしてもらうとか、あ、それウェブもあるっすもんね。ちょうどこの色を合わせたい感じがあるんですよね。そこも黒にしてもらう。シャンパンパープルが入って、指の手をシルバーにしようとか。一回ウェブやりましょうか。はい、ウェブが紫はしたいっすよね。紫はしたいっすよね。まあ一回やってみていいですか。いいっすよ。まあ、ID ラインは全然好きな色にしていいんですけど、ID ラインピンクとか入れておったら、ヘリ側どうするんですか。ヘリ側をね、ピンクに持っていくかなと思ったんですけど、黒にしといてヘリ側ピンクの方がいいかもしれないですね。かっこいいね。うん、黒いいっすね。黒いいと思うんですけど、ピンク使いたいかな。ウィンクでピンク使いたいっすね。そのワンポイントのピンクありっすね。うん、方がいいと思うんですよ。こっちのは誇張しのぶ感ないっすね。誰も持ってないよ。紐、何色がいいかな。ピンクは振りかけぐらいの方がいいかな。だから誇張しのぶのピンクって、袖がちょっとピンクになってるだけなんですよ。ね、それだけっすもんね。それだけなんですよ。アイテム黒っていうのもありかもしれないですね。黒はかっこいい。かっこいいなと思った。かっこよすぎるんですかね。ステッチ。こっちの白上やから紫。まあ、言うてもこの紫の部分に、そんなにステッチそんな入ってないんで、そこに塗るってのはいいかもしれないですね。かっこいいね。ちょっと毒が出るですね。汚れてもいいからシルバーにしとくとか、めちゃくちゃかっこいい。いいね。ブロンドもかっこいいね。ブロンドも柔らかく出る系ですね。やっぱシルバーシルバーしちゃうかなと思ったの、この顔が。ダイバーシティブルーのビューリングとは見られないですよ。ブロンドいいじゃない。ブロンドいいですね。もう温かみが出るというか、コトショウは優しい面も持ってますからね。ベロブラのカラーはどうしますか。ナチュラルいます。はい、やりてみましょう。おしゃれにしようと思います。で、どうしてもね、オリジナル刺繍を入れたいんですよ。AGP のロゴあるじゃないですか、はいはいはい、その後ろに重ね刺繍ってできないんです。ここにクレンジピーで、その後ろに蝶々を入れたいんじゃない。おー、なるほど。丸くシチューも入れたんでしょ、親指側に。蝶やない。蝶の方がいいかもしれない。蝶です。あ、かっこいい。はい、あ、これでいきましょう。これでいきましょう。 OK、 ちょっと待ってやろう。2周目 IB ラインどうします。黒いきます。かっこよくな、黒はかっこいいと思ってる。そうですね、アビーライン、まあ、できるしたら、まあ、あとさりげにピンクも少し入れるかどうか。でも元の今持ってるファーストミットか見えないんだ。出るんですよね。黒押しやな。黒ですね。黒にしましょう。 OK、 かっこいい。いいと思います。めちゃくちゃかっこいい。 OK、 あとはデータ作って、データまだ相談します。はい、こんな感じで、どうもよろしくお願いします。了解です、任せます。はい、ということでオーダーを完成させました。また完成品は紹介します。では、おりもせーの、あらっしゃー。観光エヴァンゲリオンカモンデですね。そうですね、エヴァンゲリオンカモンデですね。